ージ募集中。銀行でお金を下ろしただけなのに懲役1年執行猶予3年、電車で通勤していただけなのに868日間変質者としての人生。やってないんだぜ。飲み会で口喧嘩しただけなのに34年間懲役、そして裁判。うわー、なげー。全く身に覚えがないことで犯罪者扱い、それが冤罪。本当のことは言う気じゃないわ。全て実在の事件、やってないのに有罪判決を生み出す恐怖のトリック。信じてください。あれが本当の危ないデカなのよ。ある種のね。テレビ初公開、警察がひた隠した無罪の証拠の数々。殺された人が買い物に来たりしたことはなかったですか？あったです。もういや。愛する家族も崩壊。何もしていないのに、あなたもいつ犯罪者扱いされるかわからない。起訴されれば 99.9% 有罪。知られざる特殊国家日本。さらに最強の司法専門家軍団がスタジオに登場。ところが私が、ぶっ殺すぞと言って脅して、冤罪を生み出してしまった元検事が衝撃の懺悔。その内容とは、あってはいけないなのに今も起こり続ける冤罪、地獄から生還する奇跡を生み出す秘訣とは。無実の罪で犯罪者、その前に見ておけば安心、 0.1% の奇跡、逆転無罪ミステリー。大阪府泉大津市。